はい、皆さんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっと昨日の動画がご視聴になりましたでしょうか。私のサブチャンネルの方ですね、再生だけや、あの、マダケの竹の方が伸びてたので、あの竹やぶにポルチェンスを持って入ってね、作業したっていうところをアップしたんですけど、終わり方がちょっと不穏な終わり方をしてたと思うんですが、あの時のお話をちょこっとしようかと思いまして、蜂に刺されました。あの黄色スズメバチです、はい、だと思います。あのこの間竹のね、竹置き場に蜂の巣がって言って駆除したやつと多分同じ種類だったと思います。状況としてはですね、動画の最後の方で、よしもう終わりにしようと言って、こうちょっとちっちゃいのり目みたいなね、こうしたところをこう降りてってたと思うんですが、で降りてカメラの前ぐらいになった時に、あいたって言ってたと思います。そこで多分刺されました。でその瞬間ですね、竹の枝がこう自分で踏んだのに、こうズサッて当たったのかなっていうぐらいの感覚だったんですよ。あいたと思って、で周りを見ても竹の棒もないし、なんだろうってよく見たら、ちょうどそのちょっと下りのところに蜂がブンブンって黄色いのがまあ数匹ね見えまして、あこれ蜂やと思って、蜂やっつって、マジかっつってカメラこう担いで逃げてったんですが、であの後もね動画一応回ってて音声も一応撮れてたんですけど、もうさすがにね流せないぐらい悲鳴を上げてました。私がキャーって言ってたね、痛い痛いって言いながら逃げてるところが撮れてて、で、そこからですね、痛いって思って竹やぶから一回出たんですよ。で見てもその間、逃げてる間も竹やぶから出る間もなんかチクチクってなんか痛い痛いって言ってこう走りまくったんですけど、ちょうど排水溝のとこ出たら一匹やっぱ黄色スズメバチがもうブーンってこっちにも向かってこうやって迫ってきてるのが見えて、でそれをバーッと逃げながら、でちょうど楽しみさんが私が作業してるとことちょっとね反対側の竹やぶで作業を同じタイミングでしてたので、それ知ってたので大きい声でね、楽しみさん本名ですけど名前をね、楽しみさんって呼んでる声まであのカメラで撮れてましたので。楽しみさんのどしゃーっていう声も取れてました。で蜂刺されたって言いながらです、そのままね、あのお風呂場で流して、冷水で流してって、で刺されたとこを確認したら3箇所かな、もでも私の目から見たら4箇所5箇所刺されてるようになんか見えて、まあ、結構刺されちゃうとか言いながら、どうしようどうしようって言ってる間にも田中さんがくあの近くの病院にね電話をしてくれて、すぐ来てくださいっていうことで、すぐ行ったね、すぐ行った、もうおかげさまで本当すぐにあの処置をしていただいたので、大事に至らずにこうして元気に動画を撮影できております。あのもう今回はですね、あの黒い服を着てたとかなんとかっていうよりも完全に自分の確認ミスというか、えでもあれだろ、わからん、はい、あの草むらに隠れてて、あの木がね、多分倒れた木が草むらの中に倒れて、そこに草が生えて、その木ごともう見えなかったのね。そうで、知らずに踏みました、多分完全にその巣を踏んだんですよ。でそこから出てきてたって、でその中が多分空洞で、そこの中に巣を作ってた感じだったよね、見たら。だからあの映像をですね、後からよく見ても蜂がいる様子は一切映ってないんですよ。だし私もあの羽音を聞けば近づかないし、そもそもだから巣の近くだとやっぱブーンってあの低い音が必ずしてるから、それを意識しながら作業はしてたんですけど、それが一切なかったです。だからもう本当油断してましたね、何も考えずに。いやでもあれは多分誰が行っても踏むと思う、と思う、本当に不用意にというわけ、手だけ突っ込まずに行けばいいかなっていう感覚では行って、だからポルチェーソでやってたんですけど、あでもあれは多分普通に公園とかでもありえると思うよ。そうだね、そうだから土の中とかさ、ほら木の枯れた木の下に作ってるとかっていうこともよくあるけど、
完全にもう盲点でした。 あんなに隠れた状態で。でもそれ言ったらあれだなって、ヘビとかもそうだよね、そういう感じで、うん、ほら何もいないと思って動かないと思っても踏んじゃって噛まれるっていうことはありえるなと思って、だから本当にこの時期はもう入らないのが一番だなって、どんな重装備してても自分からそっちに攻撃を仕掛けてしまったような形になってしまえば、それはこう反撃されるしっていうのがもう本当に分かりました。もうだから結局は病院に行ってですね、すぐ点滴をね、アレルギーの点滴を打って、はい、で40分って言われたらね、うん、で私は1回じゃあ車で待っときます、うん、40分ぐらいやったら待っときますって待っててくれたんですよ。で行ったらもう1本点滴しましたって、また40分待ってくださいって言われて、分かりましたって40分待っちゃって、行ったらまたもう1本ってんだね。いやだからあの痛みはどうですかって、1本目を打ち終わった後、そのアレルギーが出ないようにって抑えるっていうのを打ち終わった後に、痛みはどうですかって言われたから、いや痛みは何も変わってませんって、とにかくですね、あのなんだろう、表面のチクチクピリピリってした痛みが、もうふくらはぎと、膝の裏、太もものあたりですね、そこに全部バーって両足に広がってて、で看護師さん曰く刺されてるのは3箇所だと。でそれ以外にはですね、内出血がだからバーって出てたみたいで、それが私はその刺されたって勘違いしてたみたいなんですけど、3箇所刺されて、とにかく表面のそのなんかチクチクってした痛みと、その皮膚の下がなんかね、もう重いズキズキズキーンって言ったらずーっと続いてるみたいな、で足がもう伸ばせなくなっちゃってて、歩くときもこうね、よたよたしながら歩いてっていうぐらい、ちょうどだから膝の真裏やったからね、そうと関節のところ、ね、ふくらはぎと膝、左足がふくらはぎでした、で右が太もものと膝のすごい近いところだった、そっちが一発目刺されたかな、うん、なんか本当は膝を伸ばすのもきつくて、だからベッドに仰向けになってくださいっていうのがすごい辛くて、痛い痛いって言いながら、だから1時間半ぐらいか2時間ぐらいだったね。そうだから1時間40分打った後に痛みどうですかで引いてなかったから、痛み止めを追加で打ってくださったんですよね。それがまたちょっと待たせてしまって、教えてトントンね。だからさ、私が多分そこでもう痛みは大丈夫ですってなってれば、それ打たなかったと思うのよ。そう、それで終わりだったと思うんだけど、痛み何も変わってなかったから、痛みは何も変わってないですっつって、で40分また車待っちゃって行ったら、うん、もう一本打ちましたって言えよと思って言ってくれって、ごめんマジでごめん、やるの申し訳なくてね、本当に待たせてんのが、まあまあとりあえずでも心配やったからね、大丈夫かなって、うん、ね、本当になんかすぐ待ちってやっぱり命に関わるからさ、うん、死なんから大丈夫かな、うん、しかもね結構刺されてて、ね、そうそうそう、直後ですよね、水でバーって風呂場で流してる時にも、あの蚊に刺された50倍ぐらい腫れてるみたいな感覚より言ったらね、だからチョンって穴が開いてる、その穴の開き方も結構ブスってなんかしっかり血が出てるみたいな、その周りがもうボコーってなんか腫れちゃってて、で病院では結構腫れてたでしょ、腫れた腫れた、だからふくらはぎいっぱい腫れてるみたいな、この裏側ね、ボコボコってしてるっていう感じで、だからそれが急に腫れたから内出血を起こしちゃったのかなっていうので、で次の日にはですね、まあ、お薬も抗生剤ももらって、アレルギーを抑えるお薬ももらって、あと塗り薬とですね、次の日に痛み自体を引きました。ただあの内出血が多分ひどすぎて、膝曲げると痛かった、あの抑えるとこう違和感があるかなって、で今日が3日目かな、けど痒みが出てるぐらいで、もうほぼほぼ症状は特になく、ただ薬だけしっかり飲み続けてるっていう状況です。なのでもうあのなんか災難続きね、もうあのこっちの痒みですよね、あの腫れが収まったとこだったからようやくと思ってたところに、今度はこっちで本当にね、どんだけよと思って、どんだけよ、本当にもう申し訳なかった。だからもう私はだからこの時期は入りません、申し訳ないけど、もうちょっとで、いやだってほら去年も入らんどこっつってね、あっちの上の切り株抜きとかしょったわ、いやもう本当に今の時期は不用意に、まあでもまだ早い時期だったから多分まだ良かったと思う、盆過ぎたら攻撃的になるから、もっと
黄色スズメバチはあの一番攻撃性が高いっていう2箇所作るって言ってて、そうなんですよ。そうこの前たあの退治したすぐ近くやったね。そう、もうまさにそうでした。だからそれこそですね、竹をあの作業してる時に、あここたこの間やったとこだからっていうので、一応カメラに映ってなかったですけど確認はちゃんとしてたんですよ。で音も聞こえないし飛んでる様子もなかったから周りを切ってたんですよね。でその後にもう一箇所は作るって2箇所作るよっていう意識はなんとなくあったけど、だから音もないし飛んでる様子もないから大丈夫やろって、なんかもうほんと変な安心感というか自分の中で納得、無理やり納得させてたんですよね。あそこまで終わらせたいからみたいな。なんで、ね、最後の最後あそこまでやってよし終わろうっていう時やったから、いかんかったと思って、まあどっちにしてももしあのポールチェンソーでザクザクしてても襲われてたよね。そうだった、うん、私が多分やってても襲われてた、うん、草刈り機とかでね、襲われてたと思う、絶対襲われてた。でその後に帰ってきてからその巣をもう退治しとこうと思って、で動画でどこら辺か見て行ったのね。そしたらその時見た時ももう蜂も1匹もおらなかったから、であれと思ってどこ系みたいな。で蜂アブジェット、うん、あれで一回シューってして、で全然出てこんとよ、うん、であれと思ってずっとこう観察しとったら1匹だけブーンって降りてきたから、あここかなと思って、で見たらもう草むらでわからんとよ、うんうん、全然わからんって、何もないとこだったでしょ。でちょっと草むらがボコってこうそこだけへっこんでたのよ。多分ここ木材が多分あるっちゃろうなっていう、でその中に多分作ってるなと思って、うん、でいつものねエルサを持って行って、うん、もうバーッてかけて、だからすぐ退治しに行ってくれて、まだ攻撃的になってるかもしれんからもういいよって言ったんですけど、もうでも今やっちょかな、それこそ場所もわからんくなるし、もう今からだと逆に攻撃的になってくるから、うん、ちょっと今見てくるわって言ってくれたんですけど、まあだから一応薬を全部退治したと思う。またそれから今2日以上から雨降ってたじゃん。そうだね、また見ないといけないんだけど、どうやろうなと思って、だから、まあ、でももう直撃ですっげえわけだからこれはね、うん、まあ、だからそっちはね大丈夫だと思うんですけど、だからっつってもういないっていうわけじゃないっていうのは、なんかもう改めて、だから今後ですよね、また抗体がなんていうかな、その毒が残ってるから、もし今アレルギー検査しても出ちゃうんだって。だから1ヶ月ぐらいはちょっと置いてから、もし検査するならしとこった方がいいかなと。だから2回目がやっぱそのアナフィラキシーとかっていうので怖いから、だから一応ちょっと検査だけは今後 しておこうかなっていうふうに今思ってます。だからもし2回目ね、別にヤブの中じゃなくても刺される可能性っていうのはあるような環境ではあるから、そういう時にもしそういう、ね、エピペンみたいなっていうのでね、対応できるんであればそういう対策もちょっとしとかないとなって思うぐらいにしても、本当に情けないって思った。もう悲しくて、もあんな申し訳なくてよ、しょうがないよね。もうだから子供たちのお迎えにも間に合わなくてね、もうたまらなかったわ、まあ、とにかくしょうがない、あれはしょうがない。本当に皆さん気をつけてくださいって言って、気をつけてもどうにもなるもんじゃないぐらい。でもこの前視聴者の方は多分知ってると思うけど、その刺された場所は私が草刈りしたところなんだよね。うん、だから草は多分こんぐらいしか伸びてないよね。うんうん、だそう、楽しいさんがこの前草刈りしたところなのにもうそんな伸びてるんですねみたいな、その竹がね、あの作業したところなのにっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃったので分かると思うんですけど、一回行ってるし作業もしてんだけど、で確かに私が草刈りした時にね、おったとよ、そこに蜂がおるなって思ってたんだけど、地面のところね、そうそう、でも臭かったし、でその大丈夫かなと思ったというね、多分中にね、だから木材が当たったの、ね、木材というか木がね、うん、本当そうだから草で切って、だからなんか巣ごとも切ったかなっていう安心感があったから、うんうんうん、大丈夫かなと思ったんだけどね、地中ですよ、地面の中、うん、まさに踏んでましたわ。だから画面で後から見てもその蜂がいる様子は映ってないけど、踏んでこう画面の近くに行って「あた!」って言ってる時によーく見たら、その歩いたところへんから1匹2匹ブーンって飛んでるのが見えたんですね。で自分の目視した時にそのちょっともう数匹バーって出てるのが見えたから、しまったと思って、蜂やっつってね、
あの動画見るたび胸が痛くなるよね。これ出すどうする、そうそう、いやもう出さん方がいいと思うよっつってここまで見せていいかなとかって言って、いやもう出さん方がいい、もう悲鳴だったから、あれはもう本当にもう悲鳴上げながら逃げてました。本当皆さん気をつけてくださいね。やっぱ気をつけててもどうにもならないぐらいのことはあると思うけども、だからちょっとね、本当に草やぶはね気をつけた方がいいかな。草刈りをそうするっていう方もいっぱいいらっしゃると思うし、こう普段ね刈り慣れてるところでももしかしたらっていうのを考えたらもうどうにもね対応できないところはあるけども、だからもうやっぱ竹やぶもう本当にもやさんとダメだね。竹をね、今回ので本当思った。あと腐れた木とかも、もうやっぱ燃やしてなくさないと、燃やすに限らずとにかく撤去する、そこに放置するっていうのはやっぱ本当皆さんが前々からねおっしゃってくださったように、そういう害獣被害だったり蜂とか蛇とかの巣になりますよっていうのは改めて分かりました。まあでも元気です、何ともないです、本当に無事だったので、まあ、結果良かったっていうだけですけど、何が起きてたか分からなかったから、もしかしたら死んじゃったかもしれん、わそれは分からん、それは分からんから、もう良かったっていうところだけですけど、もう皆さん本当に気をつけてほしいです。そこ行ったもんね、すぐね調べてね出ましたね。もう私もどうしていいか分からん、もうパニックだから、ちょっと なんていうんですかね、ドキドキしすぎて不安な感情が大きすぎて自分で何していいか分かんないですよね。ヨーロッパに行くそうそう、落ち着け落ち着けって思うんだけど、水でとにかく水本能やけどさ、もうバーってもうズボン脱いでさ、刺されたところをシャワー冷水でシャーってずーっと流しながら、痛い痛いって言いながら、これ冷やしていいのかなとか言いながらね、今分からん分からん分からんとか言いながら二人でね、でその間にってか田口さんが調べてくれて、もう一回病院連れて、病院調べてくれて言ってくれたので良かったんですけど、もう本当に怖かった、本当に良かった、無事で良かった、本当に、ね、怖かった、マジで怖かった。なのでもうね、皆さんも気をつけてくださいって言ってもどうにもならないと思いますけど、とにかくその意識だけは常に持っとってください。でもまたちょっとアレルギー検査も私は今後しておきたいと思います。そうだね、3ヶ月だったからね、一気にね、ちょっとしてた方がいいかもね。そうだから今ねちょっとやっぱ強いかゆみがね出てたりはするんですけど、やっぱ真っ赤っかです、ここが こんぐらいまだ赤いのが残ってます。こっちはねもう刺されたとこだけにちょっと産んだような刺し跡がちょこちょこって残ってるだけですけど、直後はでも結構ひどかったね、ボコッチ腫れちゃったで、怖かった、ほんとね。夜も大丈夫かなと思って、なんかもう来て、大丈夫、液晶かみたいな感じで、大丈夫っつって。私がちょっと寝返りとか打つと、ガバッて起きてくれてね、大丈夫っすね、大丈夫だよとか言って。で、途中でこう、呼吸しとっけ、大丈夫よねって言って、こう、ずっと真っ暗な腰でそこ見ちゃってさ、あ、液晶と。申し訳ない。まあまあ、夜もね、なんとか眠れたけど、足がやっぱつけんかったですね、足伸ばしてね。横向きに、中ぐらいでした。とりあえず無事でしたので、はい、注意喚起とも何とも言えないですけども、でも皆さんと気をつけた方がいい、地面にもあるって思っちゃってください。そう、上にこう屋根のねとこに丸い蜂の巣がぶら下がっちゃっていうだけじゃないのは多分ね皆さんはよく知ってらっしゃると思うけど、やっぱり藪の中っていうのはどういう環境か本当にわからないから、でその後行った時も本当わからんかったの、どこにあるっけと思って、で一回帰ってきて動画を見直したもんね、場所がわからなくて、そう、どこで噛まれたの、蜂も全然いなかったからさ、でカメラを持ってカメラでパソコンで見て、あ、ここかなっていうところで行ったもんね、また本当になんか、ま、言うたらさ、昨日この切り株がドーンって腐ったのが落ちてるとかさ、竹置き場のこうぐちゃぐちゃってしたところとかってなったらやっぱこう気をつけるんですよね、それなりに。なんかヘビがいるかもしれんって思ったりして作業はしてるんですけど、まあ言うたらちょっと開けたっていうかさ、何も置いてないところだったから本当にもう何にも考えずに歩いてました。動画見てもね、なんて本当あれもうあれ運ですよ、本当運が悪かった、もう間違いない、あんな広い中のまさにあそこだけをズボンって踏んでいくっていうのは運が悪かったね、運が悪かったんだろうなと思って、だから
ね、黒い服装とかしてると襲われやすいっていうのもあるけど、もうそれ以前に自分で襲われに行ってるから、もうこればっかりはどうにも防ぎようがなかったなと。もう入らないのが一番だと思って。あとだから今度から服とかも、もう今度からちょっと分厚めのズボンとか、はい、そういうのをちょっとまた揃えようかって、対策していこうかっていう風になったね。だから今こう今着てるのが結構もう本当薄い、そう、夏用の薄いやつなんですよ。薄いやつなので、私があんま重たいのがあんま好きじゃないから、だから軽いのでっていう感覚で今まで着てたんですけど、だから今までそういうヤブに入って作業することなかったじゃん。竹やぶはもう楽しみさん専門でお願いしょって、まあ、なんか去年とかからほら、ね、排水口掃除をしだしてからやっぱ奥の方に入るようになったから、それなりのちょっと装備とかはキャハンも買ってもらおうかなと思って、今前あの草刈りつけてるのはスネガードで、スネだけにがっつりして後ろはベルトでスカスカなってるから、楽しみさんの前に鉄は入ってるけど後ろまでね、鉄は入ってないにしても、そうそうそう、布をしっかりがっちりギュッギュッとそう締めれるから、まだこう刺されたりとか噛まれたりとかねしても、なんか安心できるような装備とかっていうのもちょっと考えないかなと改めて本当に思った。まあ、とりあえず無事です。気をつけるマッチで気をつけるにもどうしようもできない。だから今後はちょっとですね、タクケア部に入るのはもうちょっと控えて、土をねまた削ろうかなと思っております。あの丘の上に登る、ね、坂道を削ってみたり、そこの前楽しさがちょこっと階段を作ったよね、土をあそこまたちょっと整備して近くから登り降りできるようなとこ作ったり、綺麗にしていこうよ、もっと、はい、なんであの庭の草刈りとかね、あのぐらいで抑えていきたいと思います。またちょっとね、物足りない動画になるかもしれませんけど、まあ、それでもよかったらお付き合いいただけると。キノコと一緒で動画撮影しようか。キノコね、キノコはもう本当馴染みましたよ、はい、我が家に。見てくださいよ、もうね、お膝大好き甘えんぼちゃんです。もう楽しみさんが来るとぴょんこぴょんこして抱いて撫でて甘えさして遊んでですね。私ぐらいでもするね。で、なんか子供たちにもそんな感じ。でも私はですね、あの降りろ降りろ、ここに降り、ここで撫でてやるって言ってなんかするから、あの私にはですね、なんか膝に乗ってきたりするけど、なんかこうあやってやってとかまだしないね。で2人で、まあ、ゆっくり私が本読みながら隣で寝てるって感じ。子供たちが楽しみさんってやると、また遊んで遊んで、キャン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 ってしてる感じ。でこんなゆっくりしてるの珍しいですね。ね、ないよね。喋、うん、ってるからだろうね。そうね。まあちょっとね、ゆるい動画また今後続くと思いますけど、またそれでもよかったらお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ちゅうことで、なんとか無事ですので、皆さんもくれぐれもお気をつけください。はい。本当ないですよ。本当に。ちゅうことで、最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。